クも宿愛ンズ九州国立博物館像、国宝山水図九州国立博物館像、重要文化財、か野正信、のぶ協力3年7月9日は、室町時代の絵師で、狩野派の祖である。狩野派は、室町時代から明治に至るまで400年にわたって、名脈を保ち、常に、日本の絵画界の中心にあった画派であった。 この仮の葉の初代とされるのが、室町幕府に御用絵師として仕えた、加野正信である。古記録から、正信は干渉四年に分けで、絵師として活動していたことが明らかで、この時すでに幕府御用絵師の地位にあったと思われる。没年は、協力三年とされ、数え年十七歳で没したことになる。長男は元信、次男は雅楽助。正信の出自については、 伊豆の人、加野宗ねの末裔との伝承があり、江戸時代作成の家父、が伝類では、駿河今川氏の家臣、狩野では次郎影信という人物を正信の父としている。その中で影信は、足利義則が影響四年富士を見物した際、その命で富士図を制作、その縁で義則に仕えたとされる。後の正信と幕府用人のつながりを説明するのに都合が良い。 内容だが、信憑性の高い資料に影信の,の名が出ていないことから、一つの伝承や、逸話の息を出るものではない。また、正信やその子、元信の,の演者が、下付方面に見られること、栃木県足利市の長林寺に正信の初期作品である、看板図が残ること、前期、看板図に、長尾影長好奇心との下題があることなどから、加の正信は、 下付方面の出身で、足利長尾氏と何らかの関係があったとする説もある。近年は、江戸時代の北家州関係資料、本家別動物祖陶器に、上ズ狩野家の明正の孫光蓮と正信は同一人物とあることから、上ズ出身説が有力である。明正の娘に明には長尾実刑に嫁いでおり、長廃足寺は足利長尾氏の母大寺であることから、 下付け説の論拠とも矛盾はない。経では、幕府御用絵師の相談に指示したものと思われる。また、人尊大壮上記には、土佐弟子と記されており土佐派とのつながりを想像させるが、山和絵を描いた遺品、または描いたとされる資料は皆無であることから、土佐家との何らかの関係を持ちつつも、正信が、暴流的な立場であったことを示唆している。正信に関する最初の記録は、 木に誠しべが出録した影、鈴剣日録の鑑賞4年7月小国寺雲町院の衝動26羅漢を描いたという記事である。以後20年間記録は途絶えるが、文明15年には足利義政の造営した東山山荘の障壁画を担当している。明王5年には日野富子の肖像を描いた。現存する作品中では、 中国の古事を題材にした、衆もしくアイレンズが、それまでの室町水墨画と異なりすべてのモチーフが、平面にわかりやすく描かれており、正信自身のみならず後の仮の葉の進むべき方向をも決定づけた代表作とみなされている。他に、九州国立博物館像の山水図創福、個人像の水墨の山水図文化庁蔵の外貨補定図などが古来著名である。 大徳寺達中心序案の竹石白鶴図も印象等はないが古くから正信作とされている画風は現存作品から見る限りでは漢画系の水墨画法によるものが多いが中で周も宿イレンズは画面上半分に余白を大きく取り近景の柳の大木の緑が印象的な平面な画面で他の作品とはやや異質な感があるまた 文殊菩薩図のような仏画の遺品や洗面画も5点ほどあり、職業絵師として多様な画題、画風をこなしていたものと思われる。ありがとうございます。